いやー、おはようございます。今日は12月10日の午前9時20分です。今佐賀市内を走っているんですが、あと10分以内にポコピー店の会場であるオラージュ坂に着かないと入場整理券の配布に間に合わなくなってしまいます。ちょっと焦り気味ですが、夜勤明けからの、そのまま北九州から運転してきてるのでちょっとしんどいですね。ちょっと市内朝早いんですけど少し車が詰まり気味なので大丈夫かな、ちょっと不安ですね。間に合わなかったらどうしよう。モラージュって書いてますね。なんとか間に合いそうです。ただ駐車場止められるかな。結構車止まってますね。めちゃくちゃ人いましたね。多分300人くらい並んでたんじゃないんですかね。あと5分遅かったら入場整理券の配布締め切られてましたね。なんとか整理券もらえたんですけど、私の入場が15時からの整理券なので今から5時間ほど時間を潰しに行こうと思います。時間が空いたので、まずは夜勤明けで何も食べずに来たんでお腹が空いているので腹ごしらえです。田沼新聞の佐賀版にも書かれていますが、佐賀のご当地飯のシシリアンライスを食べにミール小柳さんに来ました。ここのシシリアンライスは、昨年一部界隈をざわつかせた23時の佐賀飯アニメのシシリアンライスの回で取材協力したお店なんですよね。1枚の皿に温かいライスを敷いて、その上に炒めたお肉と生野菜を盛り合わせてマヨネーズをかけたものが基本形で、お店によって味付けも様々なので、それぞれねお店に楽しみ方があるのもいいですね。小柳さんは佐賀駅の近くなんでアクセスもしやすいのも良いです。甘い味付けのお肉とマヨネーズ、そして生野菜の歯ごたえのアクセント、そこに卵ですね、温玉、最高に美味しかったです。その後は地元の大型スーパーをぶらついて、お酒とか見てたんですが、スーパーに行くたびに探してる棒ラーメンで日の出製粉さんの赤龍っていうのがあるんですが、福岡だとあんまり売ってるところがないんですよね。そしたらここのスーパーは、赤龍が売ってるのもあるんですが、佐賀のご当地棒ラーメンも結構置いてて思わず購入してしまいました。これだからね、地方のスーパー巡りはやめられません。棒ラーメンフリークなので、またちょっと棒ラーメンの動画なんかもねあげたいなって考えてます。時間になったんで、早速会場に行ってきました。会場の周りのパーテーションには、VR チャットの思い出の写真たちとか、ポコピーランドの建設ラフとか、いろいろ貼ってたんですけど、これだけでもねグッときちゃいますよね。その横には今までの滋賀、名古屋、東京会場の顔はめパネルが飾ってたんですけど、スタッフの、ね、方も言ってたんですが、ちょっとずつ展示物も変わっていってるらしいんですね。これから開催される青森、群馬もここでは見れないものが展示されると考えると、ポコピーの2人はね本当に視聴者のことを楽しませることずっと考えてるんだろうなって思っちゃいました。私がポコピーを知ったのはゆるキャラグランプリの後なんで、改めてねこのトロフィーすげえなって感じちゃいました。銀盾&偽銀盾も飾ってましたし、
まあ、ソロウェディングドレスの写真見るとマジでポンポコちゃんの動画にかけるこの意気込みというかメンタリティすごいですよね。ほんとやばいと思っちゃいます。マジでこれリスペクトです。パペットも見たんですけど結構でかいですよね、まあ、このサイズ感で外ロケしてるのマジですごいですよね。私なんか今でもスマホで動画撮ったりしながら喋るのもなかなかちょっとできないですよね。独り言ブツブツ喋ってるみたいに思われちゃうのもちょっとなんかまだ気恥ずかしさなんかありますからね。すごいとしか言いようがないですよね。まあ、個人的にはピーナッツくんのこのビワイッチの時に使ったサドルカバーは、まあ、自転車系 VTuber 的にはね、まあ、ぜひねこのビワイチもっと広まってほしいなと思います。私も京都に住んでた時にビワイチやってましたけど、もっとね VTuber でビワイチされる方ね増えてレポート動画とか見たいなって思っちゃってます。であのもちぽこコラボで言ってた淡市ですね、淡路島一周通称淡市、まあ、やるならねぜひちょっとサポートをやらせてほしいなって思ってます。あの連絡待ってます。でこうやって、まあ、動画で使った小物類を改めて見るとやっぱその時の動画ね思い出しちゃって、まあ、ついつい会場内でねニヤニヤしちゃいますよね。でこの親の顔より見た茶の間の光景ですね、もう激エモですよね。で今回の展示で一番やばかったのはこれですよね。このカードすぐ上のピーナッツくんの虫歯の写真のキャプションかと思ってたんですが、このカードの下にマジでやばいものが収められてました。あの東京都北区赤羽って漫画のペイティさんの皮膚並みにやばい特級呪物が収められてました。ちょっと動画公開楽しみですね。今回購入したグッズ類ですが、まあ、ご覧の通りです、まあ、ステッカーと豆皿は、まあ、本当に欲しかったんで、まあ、在庫残っててくれてよかったです、まあ、そして VTuber なら、まあ、買わないという選択肢はないであろうタガメも購入しました、まあ、タガメ食べる動画は、まあ、近日やります。まあ、本当にポコピーいやポンポコさんピーナッツくんありがとうございました。そして最後に、まあ、帰る前に一度来てみたいと思ってたところで、まあ、ちょっと早い夕食をいただきたいと思います、まあ、それが小城市にあるドライブイン一平です。まあ、佐賀でドライブインって言ったらドライブイン鳥が有名ですけど、まあ、ここもなかなかいいところです。それがこのカレーです。ここはプラス50円で大盛りにもできるんですが、まあ、普通でも相当なボリュームです、まあ、そんなにお腹が減ってなかったんですけどタイミング的に今しかなかったんで、まあ、なんとか食べきりましたが、まあ、その後駐車場で1時間ぐらい横になって動けませんでした。ごちそうさまでした。まあ、非常にね美味しかったのは美味しかったんですけどちょっとねコンディションがあんまり良くなかったですね。今度行くときは、まあ、しっかりね体調万全に整えていきたいと思います。まあ、今回の佐賀旅は以上です。まあ、ご視聴ありがとうございました。私にとってのポコピーですか？あ、そうですね。光ですかね。まあ、3年前に私が事業を失敗して、まあ、借金背負ってしまって、返済のためだけに、まあ、夜間運送屋で毎日13時間とか14時間くらい働いてたんですけど、寝てるか仕事してるかで、もう休みの日も疲れて寝ているだけ。
まあ、メンタルもだんだんやられてきちゃって、こんな借金返済するためだけに生きてる意味あるのかなってだいぶ参ってた時に、まあ、ポコピーの2人を見て、まあ、このままじゃダメだ、私もポコピーみたいにもっとキラキラ輝いていたいなって思えたんです。まあ、だから VTuber になってポンポコ24で CM 選んでもらえた時は、まあ、本当に嬉しかったし、まあ、彼らがいたからこそ今私がね生きていられるんですよね。まあ、だから彼らは私にとってはずっと輝いていてほしい太陽みたいな存在なんです。